皆さんこんにちは。神話の旅、歴史の散歩道へようこそ。本日はギリシア神話に登場するティタン神族についてご説明していきます。ギリシア神話で最も有名な神々といえばゼウスをはじめとするオリンポス十二神の名が挙げられるでしょう。しかしギリシア神話にはそれ以外にも数多くの神々が登場します。今回はかつて世界を支配し後にオリンポス神族に取って代わられたティタン神族についてお話ししていきたいと思います。さあ、このティタン神族というのはですね、競技こう狭く言うと、大地の女神ガイアと天空の神ウラノスの間に生まれた、12柱の神々を指します。で、この12柱のうち女性系でティターニスというふうに呼ばれるのが、レア、テミス、ムネモシュネ、テイヤ、ポイベ、テティスの6柱の女神。それからですね、アポロトロスのビブリオ提携というものでは、ディオネという女神の名も挙げられています。ちなみにこのディオネというのが、ゼウスとの間に美の女神アフロディーテを生んだとされている女神です。で、この他に6柱の、ティタンと呼ばれる男の神々がいます。それがですね、まずオケアノス、コイオス、クレイオス、ヒュペリオン、イアペトス、そしてクロノスの6柱です。で、このうちの一番末っ子のクロノスがですね、母ガイアの応援のもとに、父ウラノスをこう虚勢して実権を奪い取り、神々の王座につきました。こう末っ子が神々の王座につくっていうのはなんとなくその息子のゼウスに似てるんじゃないかなと思います。それでですね、クロノスの統治のもと、ティタン神族は、兄弟同士だったりとか、あとは、ティタン神族とはまた別の系統の神々もいますので、そういった神々との間に、どの子孫を増やしていきます。で、例えば、オケアノスとテティウスは、こう兄弟同士で結婚してですね、なんと3000もの息子と3000もの娘を、産みます。で、この息子たちはですね、それぞれ世界中の川の神々になって、で、同じく3000人の、女の神々は、水の妖精というふうになります。で、この他にですね、ゼウスの最初の妻になるメティスという女神がいるんですけども、この女神だったりとか、まあ、同じく後にゼウスの子供を産むことになるエウリュノメという女神も、このオケアノスとテティスの娘です。それでですね、コイオスとポイベという神々もまた兄弟で結婚しています。あとはヒュペリオンと、テイヤも兄弟同士の結婚となります。で、このコイオスと、ポイベの間にはレトとアステリアという女神がいます。で、このうちのレトの方はですね、後にオリンポス十二神の中の、まあ、かなり重要な神と言われる双子の神、アポロンとアルテミスの母となります。で、ヒュペリオンとテイヤの間には太陽の神ヘリオスで、月の女神セレネ、あとは、アケボノの女神エオスが生まれます。で、この3人の神々というのも、ギリシャ神話の中ですごく重要な神として、崇められています。まあ、ちょっと例えば、セレネだったりとかエオスというのは個別の神話はそんなに多いわけじゃないんですけどね。ただゼウスから一目置かれているという存在として描かれています。でですね、ティタン神族の中のイアペトスというものはですね、神はですね、これは兄弟同士ではなくて、オケアノスの娘、まあだからお兄さんの娘の、クリュメネと結ばれて、アトラス、プロメテウス、あとは、エピメテウス、そしてメノイティオスといった子供たちに恵まれました。で、あとはですね、クレイオスという神もいる、ティタン神族にいるんですけども、これはですね、ガイアとポントスの娘、エウルビアを妻に迎えます。まあ、またちょっと違う系統の神と結ばれたわけですね。で、これら、最初の12柱のティタン神族の子供たちも、こう広く言うと、ティタン神族というふうに呼ばれています。さあ、ですね、このクロノスのもとでこう世界の支配者として君臨していた、ティタン神族なんですけども、ついにその天下にも終わりが訪れます。なぜ終わりが訪れたかと言いますと、このなんとクロノス、ティタン神族の王のその子供たち、ゼウスとその兄弟がですね、
ティタン神族に反旗を翻してこうクロノスを追い落とし、自分たちが世界の新たな支配者として君臨したわけです。このゼウスを中心とした神々とその子孫たちはオリンポス山を本拠地としたためにオリンポス神族と呼ばれるようになってきました。で、これでですね、面白くないのがティタン神族です。何せ今までこう自分たちが世界支配してたのに、なんか新参者がいきなりやってきて、俺たちこそが支配者だみたいなこと言ってるわけですからね、それは面白くないわけです。で、このですね、ティタン神族たちはオリンポス山からこうテッサリアっていう平野があるんですけど、ギリシャに平野があるんですけども、そのテッサリアの平野を挟んで向かいにある、もう南側にあるオトリウス山というところに集結してですね、こうオリンポス神族に戦いを挑むんです。俺たちの手に世界の磁気を取り戻すぞっていうことですね。で、このティタン神族とオリンポス神族との戦いはですね、なんと10年間にも及び、もう文字通りこう天地を揺るがすような激しい戦いとなりました。もうそれぞれの神の特性というか、能力をこうぶつけ合ってるわけですから、もう天は荒れても地は揺れてみたいな、ものすごい戦いになるわけです。で、この戦いはですね、後にティタノマキア、ティタン神族との戦いというふうに呼ばれるようになります。で、この戦いはですね、もう途中までこう互角だったんですけども、最終的にゼウスに解放されたヘカトンケール、頭が50個あって腕が100本あるっていう怪物たちと、あとキュクロプス、目が1個の巨人ですね、がオリンポス神族に味方したことで、こうヘカトンケールはものすごい数の石を投げつけて、キュクロプスがゼウスに雷、ポセイドンに三つ股の矛、でハデスに姿を隠せる兜、帽子をプレゼントしたことで、一気に優勢となって、で、ティタン神族が敗北してしまうと。で、ゼウスはその敗れたティタン神族たちを地の底タルタロスに投げ込みました。で、この時ですね、タルタロスに投げ落とされたティタン神族として、具体的に名が挙げられているのが、まずゼウスの父であり、ティタン神族の王であるクロノスで、クロノスの兄弟にあたるイアペトスで、イアペトスの息子であるメノイティオスの、ね、この三柱だけが具体的な名前として挙げられているんですね。ただその後の神話にこう登場してこないことを考えると、同じくクロノスの兄弟にあたる、ヒュペリオン、クレイオス、コイオスあたりも、同様にこうタルタロスに投げ込まれたんじゃないかなって気はします。ティタン神族が集結してるっていうのに、彼らが来てないっていうのもおかしな話ですからね。ただティタン神族ってこう結構名前だけ登場してる、こう系譜上の存在みたいな神々も結構多くて、もうヒュペリオン、クレイオス、コイオスなんてまさにそれなんですけども、なんでただただそのうちの神話にもう名前が出てこないっていうだけかもしれないです。で、ただですね、このティタン神族対オリンポス神族の戦争なんですけども、単純にこうティタン神族が全部ティタン神族軍についたわけではないんですね。で、例えばですね、こうティタン神族の中のオケアノスってこう海の神なんですけども、こう世界を取り巻く海っていう、神なんですけども、そのオケアノスと、その一族はですね、中立を保つんですね。で、さらにこう冥界を流れる川のスティクスという川があるんですけども、これギリシャ神話の中ですごく重要な川なんですけど、このスティクスとその子供たちは、積極的にこうオリンポス神族の側に味方して、ティタン神族、あの同族であるティタン神族たちと戦いました。で、この功績でスティクス側の女神は、神々の誓いを捧げる存在としてすごく重要な川として、重きをなすようになります。またスティクスの子供たちも、ゼウスの家来たち、もう側近の部下たちとして、その後の神話にも登場します。で、あとですね、オケアノスじゃなくて、クロノスのその姉妹たちにも、テミスとかムネモシュネっていう女神たちがいるんですけど、あとそうですね、一説によるとディオねはですね、ゼウスとの間に子供を作ることすらしてるんです。もう敵のその、ティタン神族からしたら敵のオリンポス神族の親玉にあたるゼウスとの、間に子供まで作ってると。で、あとはですね、オリンポス神族に数えられる、アポロン、アルテミス、あとは、ヘルメスなんかもですね、こう母方からティタン神族の血を引いてるわけなんですね。例えばそのアポロン・アルテミスはちょっとさっきも出てきましたけど、レトの子供であると。
コイオスとポイベの間の、に生まれた娘のレトの子供がアポロンとアルテミス、父親はゼウスですね。とあとヘルメスっていうのはこう神々のメッセンジャーボーイなんですけど、彼はですね、ティタン神族軍でももう反ゼウスとしてこうすごく有力な、まあ、武将というか一員だった人なあ神なんですけども、このアトラスの娘のマイヤとゼウスの間に生まれているという神になります。で、まあ、こういったことからも、もうオリンポス神族とティタン神族はこう全てこう敵対してたわけではなくて、もうなんか一部でこう同化すらしていたというふうに言えるでしょう。で、まあ、そもそも考えてみるとオリンポス神族ももう言ってみればこうクロノストレアっていう、まあ、ティタン神族のその王と王妃の間に生まれた子供たちとその子孫なわけですから、もう血統が大きく違うわけじゃないんですね。で、まあ、なんでこう明確にこうオリンポス神族、ここからはティタン神族、ここからはオリンポス神族っていうふうに分けられるわけではないという関係になってます。で、まあ、この、ティタノマキアナスで、世界はオリンポス神族の支配するところとなりました。で、ただですね、ティタン神族の神々もその後登場しなくなってしまうのかというとそういうわけではなくて、まあ、オリンポス団に迎えられて、まあ、オリンポス神族の一員みたいな感じになったりとか、あと他の神話に登場したりとかって形で数々のエピソードを残しています。で、ティタン神族はですね、他にですね、古代ギリシアにはこうギリシア神話、まあ、地方によっていろいろ話は違うんですけども、まあ、いわゆるこのギリシア神話っていう、まあ、王道の話の他にですね、オルペウス教っていうこの貢ぎ宗教というものがあったんですね。で、このオルペウス教の中ではすごく異説が語られていて、その話によると我々人間もまたティタン神族から生じたとされているんです。まあ、簡単にかいつまんでお話ししますと、ゼウスはですね、ある時娘のペルセポネ、まあ、あのハデスの妻にあたる、冥界の神ハデスの妻にあたる人物ですね。で、ゼウスとペルセポネ、まあ、ゼウスペルセポナはゼウスの娘なんですけども、との間にザグレウスっていう神の子供を設けるんですね。で、このザグレウスのことすごく可愛がってるんですけども、ゼウスの正妻ヘラがもうこれにものすごいやきもち、まあ、嫉妬するんですね。で、ヘラがこう恐ろしいことにティタン神族たちをこうそそのかしてザグレウスを食べさせてしまうんですね。で、まあ、これに怒ったゼウスが雷でティタン神族を滅ぼして、でその肺から人間が生まれたと言われてるんです。で、人間はこう邪悪な、まあ、この中で邪悪なって語られてるんですけども、邪悪なティタン神族たちのこの、まあ、悪い肺から生まれたので、すごく悪い本性も持っていると。ただティタン神族たちが食らった、ザグレウスの神聖な肉から、神聖な肉という要素も取り込んでいるので、こう神聖な部分、いい部分も持っていますと。こう人間のこの二面性というか両面性というか、そういう ところを表す神話であると言えます。まあ、ちなみにこのザグレウスなんですけども、まあ、食べられてしまったんですけども、女神アテナがですね、その心臓だけはなんとかこう持ってきてですね、これゼウスの元に持ってって、後にこの心臓をもとに、酒の神ディオニソスが生まれたとされています。さあ、このティタン神族なんですけども、このティタンっていうのを英語読みにするとタイタンになるんですね。で、ティタン神族にちなんで、まあ、ティタン神族ってこうなんか大きいみたいな巨神族、巨大な神の、一族というふうに言われていて、巨人族ではないですね、巨大な神の、巨神族なんですけども、というふうに訳されることもありまして、まあ、とにかく大きいっていうイメージがあるんですね。なので、まあ、巨人だったり、巨大なものだったりとか、あとは大掛かりなもの、こう大事業を、表現する際にタイタン、ティタンの名は使われています。例えばあの進撃の巨人も、アタックオブザティタンなんで、あれジャイアントじゃなくてこのティタン神族の、ティタンから来てるんですね。であとはですね、有名どころで言うとかの、悲劇的な豪華客船、もう巨大な豪華客船のタイタニック号もタイタンにちなんで名付けられているんです。あとはですね、優れたこう強度と耐久性を誇る軽い金属のチタンっていうのがあるんですね。実は僕の両親の結婚指輪ってチタンでできてるんですけど、そのチタンもティタン神族の名前が由来になってます。あとはですね、天文学の分野でも、
土星っていうのが、まあ、ローマの、クロノスのローマ名がサトゥルヌスっていうんですけども、そこから来て、サーターンっていうのが土星の英語名なんですけども、その衛星の一つは、タイタン、ティタンと名付けられました。まあこんな風にですね、今でもこうタイタン、ティタン神族のタイタンの名は、いろんなところで使われているというわけです。まあ、こう最終的にはですね、オリュンポス神族に敗れてしまって、その地位をこう奪われてしまったティタン神族。でもですね、考えてみたら彼らも決して弱かったわけではなくて、こうまだまだまあ後に比べると頭数が少なかったとは言っても、ゼウス率いるオリュンポスの神々と10年間もこう互角の戦いを繰り広げてたわけですから、もう強力な力を持った強大な力を持った神々であったことは間違いないと思います。でこのティタン神族はですね、こう古代ギリシア人の間でオリュンポス十二神へのこう信仰が確立する前の古い時代の神々ともされているんですね。まあなんかそういうふうに考えると、こうなんていうんですかね、世界の支配者の座を明け渡してしまったというのも、まあなんかこう実際の、ティタン神族、古い神々のティタン神族に対して、だんだんとこう民族も変わったりとかして、オリュンポス神族が、信仰されるようになっていった、こう上の方に来たっていうような歴史も反映しているのかもしれないです。さあ、ティタン神族についていかがだったでしょうか。今回の動画面白いと思っていただけましたら、高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた。